次はさ、読んでる本とか聴いてる音楽とか出してみなよ。それ続かせるの難しくないかな、りなちゃんボード。今まで靴下しかアップしてきてなかったし、本とか音楽以外にもどんどん増やしていったらいいよ。今ね、りなりーの SNS お悩み相談室を開いてるとこ。 SNS の投稿がずっと同じ内容ばっかりだから、新しいことしたいなって思って愛さんに相談。前もいいアイディアくれたの。私もそう思うんだよね。靴下投稿ってまずそれそのものが面白いじゃん。何それってなるじゃん。でもずっと靴下ばっかりじゃ見た人たちが退屈してるんじゃないかなってりなりーが心配してんの。だから読んでる本とかハマってる音楽とか出してこっかって話してた。うん、してほしい。あ、そっか、りなりーらしさも大事だよね。私らしさ、ドキドキ、自撮り。あ、それいいじゃん。顔を出さないとダメ？それでもいいのかな、りなちゃんボード、はてな。うんうん、りなちゃんボードとりなりーは一心同体、どんな本体。うん、じゃあ自撮りやってみる。まずはこの3人で。生まれて初めての自撮りだから一緒に写ってほしい。はい、チーズ。初めてだから失敗することもある。ううん、これがいい。私の初めての大好きな人たちとの自撮り、りなちゃんモード、キュン。